桜や星の切り紙をさらに細かく切って飾り切りにしましょう。まずは基本の十折りです。君絵雁木の基本の十折りをご覧ください。桜を切るときは少し斜めに切って、その後丸く切っていきます。広げると桜型になっています。星型は斜めに切り落とします。これを広げる前に細かく切り込みを入れていきます。下にはいらない紙を敷いておきましょう。直線的に切り込みを入れてみます。端っこや真ん中も少し切っておきましょう。桜の方は直線を入れながら切ってみます。花びらの内側にもう一枚花びらがあるような感じにしたり、おしべやめしべのところに切り込みを入れたり、真ん中の部分を桜型に切り取ったり、いろいろ工夫をしながら切ってください。切りくずは下に敷いた紙と一緒に丸めて捨てると簡単です。これを開いていきます。細かく切った時には破れやすいので、一折りずつ折り目をしっかり伸ばしながら開いていってください。真ん中の小さいのもこんな小さな星型ができています。桜型の方も同じように広げてみましょう。桜を基本に面白い模様が入りました。真ん中の部分で小さい桜も作りました。いろいろな切り紙を楽しんでみてください。